はい、えー、皆さんね、えー、お待たせしましたまあもうそろそろもう懲役レコードね皆さん登録してください <laughs> まだねこれはいはいこんだけしかいないんで、えー、もう楽曲はねまだまだなんですよまだなんで、えー、そうなんですねって思ってたんですけどもうそろそろ稼働しようかなということで、えー、これね 懲役レコードはいでで、えー、この懲役レコードっていうのはまあこの概要欄懲役レコードに行って概要欄見てもらえれば分かりますけどどなたでも、えー、この懲役レコードに音楽を提供していただければ全部流しますよとただオーディションとしてるのはコンプライアンス上の問題とかねいろいろあるわけじゃないですかその 何て言うんですかやっぱりね、あの、ダメな悪口だとか、えー、人を不快にさせるような内容とか、えー、要は、あの、卑猥なような歌詞とかね、そういうことはダメだよということで。うん。で、まあ、これに、えー、参加してくれて、再生数が、あのー、多い人にはね、 えー、デジタル配信とか、うん、あの iTunes とか CD デビューっていうこともできますよと、ね、いう形にして、えー、でこれをやるからといってお金がかかるわけじゃないよと登録料だとかレッスン代だとかあ負担金っていうのは一切かからないだからどなたでもあのこれに、えー Gmail 宛てにね、送ってほしいという趣旨でやりたいんです。プロの方、アマのアマチュアの方、あの問いません。アカペラでもいいです。ただ、画像が真っ暗だとね、さすがにね、何か顔出さなくていいですよ。顔出さなくていいですよ。一切出さなくていいです。はい。そうなんです。まあ、うまく加工して技術的にいろいろやってれば、そりゃね、やっぱりあの、伸びやすいし、サムネイルもタイトルもつければ、そりゃ、 できると思いますし、そこのあたりはね、あのー、それぞれの技量でね、考えていただいて。 ここここれれれれでででですこれですすすねはいもうそろそろ稼働しようかなとで私思ってるのはアルバムがもう6月ぐらいに出るんですけどもういっそのことを先に PV と音源こっちに出して CD は後かなっていうことでもいいのかなと思っております逆にねうん CD はまた違う付加価値をつけてやるような形にしていけばと思ってるんです、えー、おいおいこれは説明していきますけども、えー また皆さんね、ちょっとそこを考えていただいて、えー、参加したい、応援したいという人、どしどし応募、そしてまた、えー、ね新しい試みなんで、一度また見てやってください。以上です。はい